はい、皆さん、こんにちは。ドットコムノットコムで、そのまま俺を怒らせろ、パート51ですね。はい、じゃあ、そうですね。前回は、チェサレにあった感じですけれども、まあそうですね、ラピッドレスボーナス取得のため、こちらのデータを使います。じゃあ、ちょっとまず、ウルレーンを使って回復しておきましょうか。それで、まあ、裏でやって、どういう風なのがいいかなって、いろいろ考えたんですけれども、結果ですね。それだけちょっとお伝えします。まず、近接武器なので、近接武器かどうかいいのか。とりあえず、遠藤豆三郎に関しては、固有技能の外星を使う目的で、ちょっと近接武器の陣頭立場もそのままにしておきます。で、ナージェシダは、まあ、オーダーを使って一応、面を上げておくという意味では、これは必要なので、これも身につけておいて、で、あと、オルコットですね。問題のオルコットなんですけれども、オルコットが問題なのか知らない。何がいいかって言ったら、オルレアンの、あの、知恵袋のところで、猛毒活用法ってあったじゃないですか。なので、猛毒効果を付加すれば、実は、結構ターン数が減らせるんですね。それで、猛毒効果のつく武器って何があったかって言ったら、どれだっけ？これか。こちらの円剣の、不足点。こちらを使うことにします。そうですね。一応、猛毒が 60% ってなってるので、まあ、猛毒にかけさえすれば、まあ、その猛毒にかかった分4ターンぐらいは、一応、こちらのものに、こちらのものっていうか4ターンぐらいで勝たすことができるので、まあ、猛毒狙いをやっていく感じにはなると思います。ただですね、60% なんですよ。なので、下手して猛毒がかからなかったら失敗する可能性もあるっちゃあるんですね。なので、まあそこら辺が注意したいところですかね。じゃあ、そうですね。早速行きたいと思います。まあ途中のイベントに関してはカットします。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ早速行きましょう。スキップじゃない、スリーファーどうでもいいとして。さあ、方針ですね。とりあえず、遠藤豆三郎は外星を使って、ナージリラは、まあそうですね、ブロフライを使うことにします。まあそうですね、距離的に、まあ中距離、遠距離どっち来るかわかんないですけど、うちのどっちにしろ効くので、まあ汎用性攻撃キャラということにしておきます。で、オルコット、あとは、猛毒効果がかけられるまでは通常攻撃です。いきなり？いきなりはラッキーだ、これは。あ、そっか、遠距離だから効かないか。じゃあ、遠藤豆三郎これやるしかなくて、ナージジダはもうこのまま、オルコットは、スピード低下よりはこっちの方がいいかな。おっとっと、おー、セーフセーフセーフ。よかったよかった。2?2 ってやだな。まあでも遠距離ってちょっと個人的には不利だったりするんですよね。まあでも、ギャー。まあでも猛毒がいきなり最初にかけられたのは不幸中の幸いだったかもしれない。そういう意味では。多分、猛毒いきなり一旦でかけられたのは初めてですよ。ああ、ちょっと待って。距離変わった。距離変わったらもうこれやるしかないな。あれ？ああ、そっか、オルコットか。ああ、倒せた。早いな。こんなに早く思わなく、ああ、そう、ナージリタがレベルアップ。オーガニックでルエトック。はい、で、ラピッドネスボーナスは SP プラス2が1
個でプラス10万1個です。なんですけれども、ラピッドネスボーナスだとセリフがこの位置になるんですよね、なぜか。個人的にはちょっとそれがよくわかんないですけど、まあ、これは多分なんかミスだと思いますので、まあ、スルーしておくことにしましょう。あ、そうだな。これ言うの忘れてましたね。ファクター24ですけれども、とりあえずこの後紹介します。やられはせんぞ。やられはせんぞ、貴様ごときに。やられはせん。勇者の栄光、この俺のプライド。やらせはせん。やらせはせん、やらせはせんぞ。え？なんか間違ってね。想像以上だ。素晴らしい。では、これならどうかね。何？まあ、ここら辺は同じなんですが。はい、ナンバー24、勝ったのにです。いや、さっき負けただろ、お前。コテンパンに。負けてません。いや、負けたわ、さっき。負けてません。それよりストーリーが進まないのにごめないでください。なんで？なんだよ。僕らの方が悪いって言うのかよ。そちらがごねている間、プレイヤーの貴重な時間がどん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 。ついでにプレイヤーのゲームに対するモチベーションもどん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 。はいはい、わかったわかった。がー、やられた。ここ棒読みだよね。何その演技。やる気ないなら帰っていいですよ。ひでえ。てめえ。はい、じゃあ、ここら辺は同じなので全てカットします。はい、お待たせしました。お待たせしたって言ってもまあカットしてると思うので、こっちからしたらもう3分ぐらいは経ちましたね。長いんだ、普通にイベント。はい、じゃあ、ちょっとファッターだけ確認しますね。はい、24買った2が入りました。さあ、あと、いくつだ？あ、あと12ですね。でもそこそこ来てるっちゃ来てるんですね。じゃあそうですね、ちょっと時間も空いてることなので、クテシフォンザーの墓石の破壊をやりたいと思います。っていうのも、まあ以前できないみたいな感じのことを言ってたんですけど、実はある方法でできるようになりました。ですね、方法が、クテシフォン山から入るんですね。山岳遺跡の方から入るんじゃなくて、クテシフォン山から入るようにすれば、破壊石が現れます。あ、そうだ、装備持ち替えないと。なんだっけ。ブルコットが、ナッシュビルだね。おっと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 。はい、こんな感じです。わー、ちょっと待って、これ相変わらずめんどくさいんだよな。あ、ちょっと待って、囲まれた。危ない。危ない。じゃあ、ちょっと待って。じゃあ、早速行きましょうか。まあ、そうですね。まあ、特に言うことはないけどね。うおぉ。なぜ敵の動きが活発なんだ。それは部活動に顧問の先生が来てるからさ。先生がエリアからいなくなれば生徒たちは普段のダラダラ具合に戻るだろう。ちなみに俺は野球部だった。自分で言うのもなんだが優秀なポジションキーパーだったんだぞ。ん？どこですか？どこのポジションかって？ベンチさ、ベンチかよ。あれなんか強そうだな。まあいいや、これやっといて、これやっとくか。オーガニックテール。まあ、そうですね、レベル10でミスったんでやっちゃいますか。ブルコットも、ありますか？ちっちきちいやがな。え、ちょっと待って！ちょ、216って何だろう？え？あ、間違えた。こうで、こうで、え？ちょっと待って、何だろう？は？あ、一応倒せたね。
反則だろ。イエローピアス入手。ほんとだ、ダラダラに戻ったね。ええー、ちょっと待って。なんだよ、これ。反則だろ。これ読んだっけ？なんかどれ読んだか覚えてないんですけども。まあいいや、じゃあ、そうですね。じゃあ、一旦出ましょうか。はい、じゃあ、そうですね。とりあえず、破壊しの破壊っていうのも終わったので、あと12個か、結構あるかもしんないけど、どうなんだろう。でも、漏れなく集めてる気はしますけどね。はい、じゃあ、そうですね。次は、いよいよラストですね。バラの浮上。こちらの方に向かいたいと思います。まあ、そうですね。いよいよ、もうすぐ、終わるのかな、このシリーズも。どうしようかな、データは。これか。はい、じゃあ、そうですね。今回は、どうなんだ、時間、ちょっと編集しないで編集してみないとわかんないんで、どのくらいになるのかわかんないですけれども、ちょっと今回ここで切らせていただきます。では、オンワナオレを怒らせるパート51ですね。まあ、多分、どうせ51になってると思いますけれども、以上になります。では次回はバラの浮上からお会いしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。